とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーのボスの攻略法をやっていきたいと思います。たまたま見つけたんですけども、7階のボスですね。7階のボス、はめて倒すことができます。無傷で倒せますね。まあ、とりあえず、一応つけるか。はい、行きましょう。武器はもうね、ほんと初期武器で十分です。初期武器、初期防具で全然十分で倒すことができます。説明しますと、ボスね、2体大体同じ場所に落ちてくるんですよ。そこに、陣取って、敵がね、動けなくするんですよ。うん、あのガストが上から落ちてこれなくする。そうするとはめれるんですよね。で、プレステ版ではできるんだけども、スイッチ版はどうかわかりません。まあ、とりあえず、プレステ版はこんな感じっていうのをお見せしますね。今回のボスはここに出てきます。で、この四角の下のね、ギリギリのとこ、ここの辺、ここに陣取ると、敵が、こう、動けなくなるんですよ。ガストも上から落ちてこない。うん、この四角の、一番下のとこですね、一番下の角、そこに陣取るとこんな感じで、エボーカーは動きができませんし、ガストは上から落ちてくることができなくなる。なので、まあ、ただただ叩いてれば勝てます。で、地雷とかそういうのは使っちゃダメです。弓とかも使わん方がいい。ノックバックして、このハメからね、抜け出すことができるので、何も使わずに近接でバシバシ叩く、まあ、ただそれだけですね。ガストも、落ちてこれません、まあ、ちょっとでも動いたりすると降りてくるんだよね。なので動かずに、とにかく近接で、ビシビシと戦っていく、そうすると大丈夫です。プレステ版はできるんだけども、スイッチ版、パソコン版はどうかわかりません。まあ、一度、ちょっと試してみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。